ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、昔私が好きだった子役の人、最近テレビで見なくなってしまったんだけど、何してるのかしら。ああ、もしかしたら路線変更してしまったのかもしれないぜ。路線変更？一体どこに路線変更してしまったの？じゃあ今回は子役から路線変更した芸能人10選を紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は桜田ひよりさんだぜ。桜田ひよりさん、どういった方なのかしら？2002年12月19日生まれで千葉県出身の桜田ひよりさんは、小さい頃成田ひよりとしてモデル活動を中心に行っていたんだ。小学4年生の時に女優を目指してオーディションを受けたのをきっかけに、今の事務所に移籍し、改名しているぞ。ああ、確か昔何かのドラマで見かけたような。2014年に芦田愛菜主演のドラマ明日、ママがいないに、児童養護施設で暮らす子供の役で出演し、一気に知名度を上げたんだ。他にも脳内ポイズンベリーや苦くて甘いなど、映画にも出演しているぞ。その後もドラマラーメン大好き小泉さん2代目の主役や、ドラマメンズ校のヒロイン春島エリカ役など、話題作にメインキャストとして出演しているぜ。すごいわ、一つの作品で人気になったのをきっかけに、そこからたくさん活躍されたのね。ああ、さらにはイタリアのコメディ映画大人の事情の、日本リメイク版である映画大人の事情スマホを覗いたらには、女子高生知恵役で出演しているぞ。2022年にはドラマサイレントで、目黒蓮演じるヒーロー桜草の妹、萌えを演じたんだ。子役時代から有名になって、今でもなお人気ドラマに出演されているなんて、彼女の夢が叶ったのね。これからも応援したい女優さんだわ。二人目に紹介する人物は芦田愛菜さんだぜ。2004年6月23日生まれで兵庫県出身の芦田愛菜さんは、3歳からジョビーキッズプロダクションに所属。2009年のテレビ朝日ドラマ、ABC 家族レッスンショートムービーに、大冒険ママで子役デビューしたんだ。3歳から芸能界に挑戦するなんて、この頃からすでに逸材だったのね。そうだな。そして2010年の日本テレビドラママザーでは、松雪泰子さん演じる主人公の鈴原奈緒の教え子美月玲奈役を務め、その演技力が大きな話題になったんだ。さらに連続ドラマ初主演となったのは、2011年のフジテレビドラマ丸物掟だな。芦田愛菜さんといえばこの作品よね、なんだか懐かしく感じてくるわ。共演者の鈴木福さんと共に音楽ユニット、カオルと勇気、たまにムックを組み、ドラマ主題歌、〇〇もりもりを発表して大ヒットに導いたんだ。2016年からは中学受験のため学業に専念。翌年には慶応義塾中等部に見事合格し入学するぞ。2018年には NHK 連続テレビ小説満腹のナレーションを務めたぜ。慶応義塾、はぁ、何をやっても完璧な彼女が羨ましくも感じるわ。2019年は11月に開催された天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典に着物姿で出演し、祝賀メッセージを述べる様子が話題になったぞ。さらに24時間テレビ愛は地球を救うのサポーター。膨大な読書歴を紹介する著書マナの本棚の出版といった、知的タレントとしての活動が目立ったぜ。声優としても活躍されていたわよね。ああ、2020年公開の映画星の子では主人公千尋を熱演したぞ。そして映画煙突町のプペルでは、主人公プペルの友人となる、主要キャラクタールビッチ役の声優を務めたんだ。いやあ、さすが芦田愛菜さんって感じだわ。今はすっかり大人になってしまって、本当にあの頃が懐かしく感じるわね。3人目に紹介するのは谷かのんさんだぜ。谷かのんさん、すごく聞いたことがある名前ね。谷かのんさんは2004年5月4日生まれで埼玉県出身だぞ。幼稚園に入る前、3歳の頃からテアトルアカデミーに所属しているんだ。ちなみに本格的に芸能活動を始めたのは、翌年の2008年からだぞ。ほうほう。2012年4月からは、BS 富士のビーポンキッキーズで、鈴木福さんと共に MC を務めたんだ。同年には小林セイランさんと音楽ユニットスターフラワーを組み、歌手デビューを果たしているぞ。テレビドラマには、2009年の TBS 系列の日曜劇場僕の妹でデビューをしているぜ。どんどん飛躍しているわね。映画デビューは2013年の状況物語で、主人公夏美が働くキャバクラの先輩ホステスの娘咲を演じたぞ。近年はアニメ映画の声優も務め、2016年の君の名はでは宮水光葉の妹、四葉役。2017年の夜明けを告げるルーの歌ではヒロインのルー役を担当したんだ。ちなみに今年は受験生として勉強に励んでいたぜ。四葉ちゃんの声、彼女が担当されていたのね。もう受験の年だなんて、時の流れが早く感じるわ。4人目に紹介するのは忽那詩織さんだぜ。1992年12月22日生まれでオーストラリア、シドニー出身の忽那詩織さんは、13歳の時学校の冬休みに来日し、
日本国民的美少女コンテストに参加して審査員特別賞を受賞したんだ。受賞の話もすごいけど、シドニー出身っていうのが衝撃だわ。そしてそれをきっかけに現在の事務所スカープロモーションに所属することになるぞ。その後2007年のドラマ3年 B 組金八先生第8シリーズに出演。日本語の発音が正確ではなかったため、帰国子女の役を演じることになったみたいだな。さらに2008年ポッキーの CM に起用され、一躍お茶の間の人気者になるんだ。うわぁ、懐かしいわね。ちなみに映画だとどんな作品に出ているのかしら？2013年には映画許されざる者。ツヤの夜ある愛に変わった、女たちの物語の演技が高く評価され、日本アカデミー賞優秀新人賞を受賞したんだ。2017年は猫集めの家のヒロインミチル役や、日米合作映画オールーシー、ミミカ役で出演するなど、俳優業に邁進するぜ。2018年にはジャレット・レト主演のネットフリックス作品アウトサイダーや、アメコミ映画デッドプールになど、海外作品への出演が目立ったぜ。もともと英語が喋れるからこそ、海外の映画にも引っ張りだこだったのね。今後の活躍にも期待だわ。5人目に紹介するのは福原遥さんだぜ。1998年8月28日生まれで埼玉県出身の福原遥さんは、2005年の小学1年生の時からニュースエンターテインメントに所属するぞ。子役で重作は TBS ドラマ恋の時間で、メインキャストの幼少期役を演じたんだ。いやいや、彼女の子役時代と言ったらあれしかないでしょ。そう、小学5年生になった2009年、子役時代のメインキャリアとなるぜ。NHKE テレクッキンアイドルアイ、マイ、マインに、主役のヒイラギマインで出演したぜ。アニメパートでマインの声優も担当したんだ。とてつもなく可愛かったわよね。2012年には、ファッション雑誌キチレモンの専属モデル。約9000人から4人のグランプリのうちの一人に選ばれたんだ。そして2019年8月、福原遥さんとしてのデビューシングル、未完成な光たちをリリースし、本人名義でのソロ歌手デビューを果たすことになるぞ。歌手としての才能もあったのね。みなこしすずね役を演じた3年 A 組今から皆さんは人質ですの。号泣演技が反響を呼び、最も勢いのある若手の一人となったんだ。2020年2月からは、実写ドラマゆるキャンに手島凛を演じ、主演を務めたぞ。彼女の才能はすでに子役時代に気づいていた人は多いと思うわ。今後の活躍にも期待しないとね。6人目に紹介するのは伊藤沙莉さんだぜ。1994年5月4日生まれで千葉県出身の伊藤沙莉さんは、9歳で日本テレビドラマ14ヶ月妻が子供に帰っていくの。夏希役で芸能界デビューするぞ。大人から少女に体が若返るという難しい役を演じたんだ。デビュー作品にしてそんな難しい役を演じるなんて。そしてドラマ女王の教室では、同じく子役出身の志田未来さんのクラスメイトを演じているぞ。映画では、2015年に元廣克幸監督の青春映画幕が上がるに、演劇部の高田里奈役で出演するぜ。2018年には出演したパンとバスと2度目の初恋と、寝ても覚めてもで、多摩映画賞の最優秀新進女優賞を受賞しているんだ。ここ最近も多くの作品に出演しているわよね。ああ、テレビドラマでも2018年はこの世界の片隅にや、獣になれない私たちなど6本ものドラマに出演し、一気に躍進した年となったぞ。そして2019年には、2016年に日本でも大ヒットを記録した、アニメ映画ペットの続編ペット2にてデイジー役を演じ、吹き替え声優に初挑戦したんだ。2020年は、アニメ映像圏には手を出すな、や映画タイトル、拒絶で主演を務めたぜ。彼女の飛躍が止まらないわね。今後もきっと多くの作品に出て人気を獲得していくと思うわ。7人目に紹介するのは大橋のぞみさんだぜ。1999年5月9日生まれで東京都出身の大橋のぞみさんは、1歳から児童劇団へ所属し、3歳の時にはザ、世界仰天ニュースの再現ドラマに出演し、子役デビューを果たしたんだ。1歳でデビューってどういうことよ。2004年にはドラマ人間の証明、2005年には世にも奇妙な物語、2009年には本当にあった怖い話など、ドラマにも多数出演していくぞ。2008年に公開された映画崖の上のポニョで、音楽ユニット藤岡藤巻と大橋のぞみを結成し、主題歌を担当し歌手デビューを果たしたことで一躍有名になるんだ。そうね、大橋のぞみさんといえばポニョよね。ああ、親しみやすく癖になるフレーズに魅了される人が続出し、50万枚を超える大ヒットとなったんだ。人気のある中だったんだが、大橋のぞみさんは2012年3月をもって、学業の優先を理由に芸能界を引退しているぞ。もったいないようにも感じてしまうけど、新しい夢が見つかったんだと思うわ。別の道でも頑張ってほしいわね。8人目に紹介するのは宮間可憐さんだぜ。1996年12月12日生まれで東京都出身の宮間可憐さんは、
5歳の頃に芸能活動をスタートするぞ。そして2004年放送のドラマ僕と彼女と彼女の生きる道で、草薙剛さんの娘小柳凛役を務め、一躍お茶の間の人気者となったんだ。ほうほう。その後、スペシャルドラマちびまる子ちゃんのまる子の親友、たまちゃんことほなみたまえ役や、ヒルドラスなど系の主人公みなせあんの少女時代を演じ、天才子役の名を欲しいままにするぜ。2017年11月上演の浅井亮原作の舞台何者では、意識高い系女子小早川理香役を演じたんだ。多くの作品に出演されていたのね。他にもあるぞ。2017年から2年連続で、ミュージカル赤毛のアンで、主役のアンシャーリーを務めたんだ。そして2016年以降、声優としてアニメプリキュアシリーズや、アイカツシリーズといった話題作への出演が相次ぎ、声優ユニットベストフレンズとしても活動するぞ。声優としても活躍されていたとは。ここ最近だと、2020年はドラマ病室で念仏を唱えないでください第4話に、ゲスト出演しているぜ。2021年にはブロードウェイミュージカルピーターパンにて、ウェンディ役に起用されたんだ。徐々に女優や声優としての才能が開花されてきているわね。今後の活躍には目が離せないわ。9人目に紹介するのは加藤ゆずなさんだぜ。2015年6月13日生まれの加藤ゆずなさんは、2019年にフジテレビで放送されたドラマ、監察医朝顔で主人公の娘つぐみ役で女優デビューを果たすんだ。4歳の頃にデビューしたってことね。ああ、そして2020年以降はニクールかけて第2シリーズを放送。翌年にはスペシャルドラマが放送され、デビュー作で大人気シリーズとなったぞ。映画では朝だけ、で映画初出演を果たし、2022年10月28日に放送された映画の庭の扉を開けた時でも、主演を飾ったんだ。すごいわね、人気もこれからどんどん出てきそうだわ。周りからの評価もすごいぞ。足玉な以上の逸材とまで言われているからな。すごいわね、今後の活動も要チェックだわ。最後の10人目に紹介するのは片岡さやさんだぜ。1993年7月18日生まれの片岡さやさんは、タレントやグラビアモデルとして活動しているぞ。幼稚園時代、芸能活動をしていた同じクラスの子がいたことから、自分もやってみたいと思ったことがきっかけで2001年に子役としてデビューしたんだ。クラスメイトの子がきっかけで芸能界を目指したのは珍しいわね。そうだよな。子供時代から CM やテレビドラマを中心に活動してきたんだが、学業専念のために一旦活動を休止するぞ。そして高校3年で芸営にスカウトされたことを機にタレント活動を再開し、現在はグラビアモデルとして活動しているんだ。子供時代は子役とかの役者活動をされていたのに、大人になってからグラビアモデルに転向することってよくあるのかしら？いや、完全にグラビアモデルに転向することはかなり珍しいことだぞ。役者としても成功を収めた彼女だが、グラビア業界でも多くの人気を獲得してきているんだ。グラビアモデルとして活動していくのもかなりの勇気が必要だったと思うけど、それが結局素晴らしい選択になったってことね。今後の活躍に期待だな。ということで子役から路線変更した芸能人10選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。